皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、3月の28日10時38分、直接試合は見てなかったんですけども、星稜高校の皆さん、5対0で、勝利しまして、よかったなと、ほっと胸をなで下ろしています。まあその間何してたかって言ったら、まあパソコンとか家の中の掃除とか、まあそういうことでした。まあちょっとだけ、まあ試合終わってから、まあハイライトといいますか、まあ試合の、映像が出てきていましたけども、積極的な、走塁が、功を結んで、しっかりと、得点につながっていた、みたいですね。まあその走塁のところの場面しか、その盗塁のところの場面しか、そのテレビの映像で先、まあ数十秒、流れたものを見ただけで今コメントしている状態ですので、まあそれ以外のところはわからないんですけども、まあの積極性、やっぱりそこですよね。それとあと相手ピッチャーのその好きだとか、あとまあ解説席の方もその盗塁するとき、最初はスライド足幅を短くしておいて、加速してから足幅のそのスライドを大きくするっていう、その最初の加速の段階ですね。まあそういったことを詳しく説明されていて、まあその辺のところは、まあ小中学生の方とか、まだ盗塁不慣れな方とかには、まあ良いアドバイスなんじゃないかなと思います。星稜高校の皆さん、勝利おめでとうございます。今の試合がベスト8でしたっけ？昨日の試合で、ベスト8出場が、まあ、難航が出ていまして、今の試合がベスト8だったかどうか、ちょっとまあ僕の方ではまだ把握できてないんですけども、まあ次の試合も、しっかりと、勝てるように、祈っておきたいなと思います。まあ、今言葉を発した時点でね、心から思ってますので、プラス法律の世界証拠、祈ったと、まあ、こういうことですね。で、安全のお祈りに関しては、今日の、まあ、第一試合でしたので、試合を行っている時間中に、世界中のスポーツ選手の安全のお祈りを、するような形でしたね。まあ、どれぐらいのイニングに得点ができたとか、まあ、その辺のところ、まあ、ちょっといろいろ、まあ、YouTube などで、動画アップロードしてあるのであれば、確認したいなと思います。以上です。皆さん、次の試合も頑張ってください。勝利おめでとうございます。